意識高い子、普通の子、普通の子。うまー。意識高い子。いい？準備はいい？はい、乾杯。うん、そうなの。ちょっとね、成城石井に言ってきたからね、いっぱいにはね、ちょっとマスコミ、成城石井のマスコミやね、いろんなね、高ければいいと思うじゃないのよ。そうなのよ、分かってないわね、本当にもうみんなまあ2杯目以降はね、ちょっとね、ワイン、まあ、シャンパンに用意してあるんですけど、うん、おつまみ、おつまみはね、今日はね、アルプスティー使ってきた。トップ大臣よ、そう、分かってる。日本ってのはオーガニック遅れてるの、オーガニック後進国なの、もうね、本当にね、ひどいのよ。ね、それでね、ヨーロッパとかに行くとね、ちゃんとね、こういったね、チーズとかで、ね、オーガニックのね、マーク入ってなくてもね、しっかりとしたものを作ってるの。だからね、いいものはね、ちゃんとね、そうやってね、お金出して買わないといけないのよ。安いもの買ってちゃダメよ、もうみんな。わかってないわね。で、そう、うん、そう、よくはこれはね、ちゃんとね、空輸でね、直送してるからね、しっかりしてるのよ。もうね、取り寄せてるの。ユーロで。え、あなた何食べてるの？え、豚肉のステーマ。え、米国産？ありえない。あなた地産地消って言葉知ってるの？意識低い子。